ヒデニー清水ゆるゆるボディメイク、ヒデニーです。清水です。よろしくお願いいたします。はい、本日ね、第8回目なのかな。はい、早速ヒデニーのじゃあ数値を見ていきましょう。はい、前回のがこちらです。はい、62.4 で、筋肉量が 47.3 キロです。さあこれ、あ、そうか、今日20日か。はい、これ13ですね。で、本日のが 62.4 で43、同じ同じ、すごい、何も変わってない、すごいね。もうびっくりするぐらい変化ない体重も1やったんちゃう。もう完全一致です、これ。だって今8月20日って書いてあるじゃないですか、これ。こっち、ある意味すごいよ。ほら、変わんないもん、これ見て、変わんないですよある意味すごいよね、62.4 っていうところまで一緒だっていうね。完全に一致してます。あの、はい、すごいな、すごいなってね。ヒデニーのあの先週のお話あれですからね、あの今週ちょっとちゃんとね、トレーニングとかもちゃんとやってるんだよ。今日もなかなかパンプだよ。パンプでもね、あの申し訳ないですけど数字出てないですで、ですね、あの罰ゲームじゃないんですけど、ヒデニー、あの12時半から5分間空いてる日って何曜日あります？月か、月か、木じゃあ3回、はい、じゃあ3回確実にそこでヒデニーが腕立てとスクワットをやるという3回も多分いけると、多分なんか、うん、ちょっと予定がもし入ったらまた連絡するね。今はい、分かりました。あのヒデニーは最低でも、あのもしそこに出れなくてもヒデニーは頑張って、自撮りで20回ずつやったやつを清水に送るという、ね、もう3回絶対です、絶対です。ちょっとでもさ、ちょっとごつくなったと思うよ。ちょっと張りは出てきてるかもしんないんですけど、重さで出てないんでダメです。厳しいなぁ。厳しいです。あのトレーナーなんでね、あのパーソナルトレーナーでもあるので、あの結構クライアントさんにね、こうよく言われるんですけど、今日なんとかじゃないとか、ダメです。僕、あの数字で見ろとか。見えるかですね。大丈夫です。はい、ということで、はい、今回のですね、結果からすると、デニーがまさかの何も動かなかったっていうところなんですけど、まあね、まあ俺ちょっとぐらい変わってるかなと思ってんけど、まあ、全く一緒やったんで、もうそれすごいです。まあでもね、まあ、実際のところね、僕らがねこうやって加齢しながらね、毎週変わらなかったらとっても素晴らしいことなんですけど、まあ減らなかっただけよかったね、うん、だがしかし、ここはちょっと頑張っていただきたいというか、ちょっと数字を今回はね期待してたので、まあとりあえずヒデニーが月か木は最低でも、マジスモ腕立てスクワットチャレンジで、僕またはないし匠さんと一緒に腕立てをやるということになりましたのでもしかしたら僕らが過激になって20回で済まないかもしれませんので、その時は皆さんぜひ、それはねヒデニーのためですから、あくまでもヒデニーのためにやってますので応援していただければと思います。じゃあ、あの最後1週間に向けてトライの中抱負をお願いします。抱負というか、急にあの課題をいただいたんで、あのね、やりましょうね、一緒にやろうみんな以上わかりました。あのぜひですね、あの僕らだけじゃなくヒデニーと一緒に魔術の出たデスクワットチャレンジを見て一緒にやっていきましょう、ね、みんなタンクトップ着ようぜ、はい、タンクトップ着て一緒にやろうっていう、そう、流行らそうだ、タンクトップヒデニー締めちゃってください、お願いします、はい、ということで、なんか急に課題を与えられましたね。頑張ります。皆さんも本当に一緒にやりましょうね。はい、トレーニング楽しいですよ。気持ちいいですよ。はい。もう8月ももうね、もう終わりですからね。はい。ね、あの、続けて頑張っていきましょう。はい。じゃあまた。お疲れ様です。はい。